はい、まずスタートですねスタートはまず内側から矢田口,、ね、口選手が取りに行きましたので今日連携するのは8番の橋本瑠衣選手ですですので8番、1番が前段ですねそしてその後ろに清水選手ですね7番、3番、5番清水博人選手に香川雄介選手吉本拓司選手がつくここは中四国ラインと福岡のラインですねライン3者です。 そしてその後ろには2番、9番東北勢ですね、姿選手には小松崎選手がついて2番、9番のラインです、最後方には4番、6番岩本選手に松坂選手、南関東の両者ですね、このような形で隊列が整いました。今8番の 橋本選手が上昇していって、宿口選手の前に入るところですよね、えー、そしてここ、宿口選手ね、えーまあ、自転車を見ていると、また、ね、さらに森沢師王っていうんですかね。 少しサドルの花を下げてハンドルを送って乗車ホームをねかなりセッティングを変えてきているのではないかなとも思うんですけどねまあそういう向上心が調子を掴んでいくコツですよねなので宿口選手もだいぶ良くなってきました一番車ですその後ろには清水選手ですね中野さんのインタビューでも言ってましたけどもやはり元気良さが今自分には欠けてるので積極的なレースをしていきたいというところなんですけどもまあ、今日のレースを見 見ていると打章で1回叩けたチャンスもあったのかなというところです,よ、ね、ですけども、外、外回って3着まで来てますからかなり気持ちも、ね、充実してきているのではないでしょうかね。 そして最高峰には岩本選手です4番6番南関東勢ですね残り2周の青番バックからレースを崩しに後ろから上昇してきましたねそして姿選手を超えていくんですけどもま姿選手もやはり前,前に行きたいですからねここで岩本選手を1回切ったところを姿選手が一度叩きますそして先頭に出ましたね清水選手もここですよねここで姿選手は必ず後ろを待ちますのでねスピードが ますので橋本選手の外にもう最初から行けたと思いますので橋本選手を1、ね、回切れば橋本選手が飛んでくるので、まあ、橋本選手をギリギリで待ってたんではないかなとも思うんですけどねですけどもやはりここは菅田選手3番手、内側清水選手が3番手、外側ですね清水選手の素晴らしいところは外兵装内側に当たりに行くのではなく外に踏みにくところですよねしかも宿口選手も番手まくりをしている上ですから清水選手のやはり これはね練習してなければこの脚力は出ないですよね、えー、大外、えー、小松崎選手が伸びてきてこの伸びも良かったですよね、えー、なのでまあ、ここは小松崎選手が1着2着には香川選手ですね3着には外回った清水選手が入ってきて9番3番7番ですねこのような形で第5レースが終了いたしました